オッケー。誰俺霊媒師で、うん、佐野が前死んだじゃん、うん、そしたら佐野は人間って出た、うん、あれでこのターンでもうあれ確実に、まあ、そうそう終わりにしないと人狼勝っちゃう、うん、俺は霊媒師霊媒師でしょ、騎士、騎士でしょ、うん、市民でしょ、だもじゃんここは違いや、この時点ちなみにそうやん、ちなみに俺は太陽を守りました。ああ、まあ一応霊媒師だから、いやでもなわかんないんだよね、俺か、いやでも俺ね、お兄ちゃんか、いや俺お兄ちゃんの気がするんだよね。だってまずさ、うん、騎士で動いてたら言うやん、もうこの時点でみんな山ちゃんが今言わなかったら多分言ってなかったと思うしね、うん、シンプルに騎士としての動きがなってないっていうのもそうだし、うん、別に説明見てる通りにわかるやん多分騎士の説明で、うん、確かに、だから俺お兄ちゃんだと思うけどな、うわ誰だろう、俺でもうちも怪しいと思っちゃうんだよね。でもうちから市民なんでしょ。そう市民。どこ出んだろう、ね、どっちだ、うん、俺はお兄ちゃんだと思う。じゃあ俺ん小高の言うことを聞いてみたいあー、うん、じゃあそれお兄ちゃんなんかないの弁解みたいな。今までじゃ誰を守ったのこの3回あって、うん、太陽と、まあ、死んだカイジと、うん、でもジュンヤ、でも死んだ帰りはいつ守ったの2、3ターン目。いやでも2回しか守れないよ、初日殺しないんだから、うん、だから3人なわけないよ。でしかも1回今まで何があったの、2回目の朝の時にさ、みんなが何をしたか、2回目の朝の時帰り死んだじゃん、うん、だからさ、嘘、騎士で2回目守ってんだったらさ帰り出てきたの守れてなくない、でそれで殺されてるじゃん、うん、でも兄ちゃんが騎士だったら帰り守れてるはずじゃん、帰りを2回目に守ったら、それが合わないから、そこまで動けない。いやもうお兄ちゃんだこれは。お兄ちゃんで行きますね。行きます。じゃあ俺から行きます。2ヶ月以上で。はい。はい、リク。俺です。楽しみ。お兄ちゃん。お兄ちゃん。で。お願いします。嘘、急がい、急がいな、お兄ちゃんということでね、今回の人狼は、人狼側の勝利ということで終わりました。いやすごい、マジで分かんなかった。やっぱ、俺だけちょっとポンコツだったしな、ね、お風呂屋さんの優勝だこれは。ジュニアが一発目に出てきなかった時点でちょっといや違うんだ、あの時なんかカマかけたって言ったけど、まあ誰かいるかな、出てくるバカいるかなと思って声かけたら佐野真が出てきたんだよ。だからえこいつ何言ってんだと思ってあれしてたんだけど、人望がなかった。そう、うまく返されたの、人望ない、人望がなかった、何もできなかった。まあね、またね、300人の時はちょっとまああのもう大阪まで行くっていう、まああれがあるんで、まあ400人とか500人になった時にまた大阪、そうだね、第3回4回やっていけたらいいなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さあやったー、俺の優勝、俺とお兄ちゃんと佐野の優勝。何だった、お兄ちゃん強人、強人です、強人か、ごめんねお兄ちゃん。だから俺お兄ちゃんガチで何言って聞いたの、俺 強信者だったから、うん、その時もうお兄ちゃんが狂人って分かれば、うん、磯貝と話し合わせて太陽を落とせば勝てる。俺マジでね、佐野人と兄ちゃん、でもこれで佐野をかまったら、佐野多分あれだと思ったんだ。1日目の予言マジでないんだよ。そう、俺もそれ知らなくて、純也予言だから、うん、予言ないんだ、予言分かんない、予言あれランダムだし、あそう、あれバイシか、で帰りが趣味、あランえ俺騎士、あ多分ランダム、じゃあお兄ちゃんは白って出んのかな、あお兄ちゃん、あ人間だから白って、あだからだ、お兄ちゃん白って出てきたの最初、俺佐野も白って出たもん、えマジで、磯貝、じゃあ人狼以外は全員白って出んの、多分そうだと思う、磯貝強いね、そしたら霊媒師マジ多分ゴミだと思う。俺はまずそ、まあ、そうだ、人狼ピンポイントで当たるから、人狼が死んだらもうその時点で試合終わりだから、これ意味ないんだよね、でも、いやでもね、お兄ちゃんとサノちゃん絶対人狼が、俺も怪しいと思ったんだけど、どっちかが人狼だと思ったもん。で俺ね、もう磯貝もね、市民、市民誰だ、市民ないんでしょ、市民ない、あいねえの、磯貝、磯貝こいつ何言ってんだよって俺ずっと思ってた、いないの、こいつ何言ってんだよって俺ずっと思ってた、あ俺さすがいねえのか、市民いると思ってた、パンや市民2じゃないんだ、そう違う、あ、そうなの、あ、なんだ、シンプルに多分ちょっと、俺らのちょっと伝達ミスだったんだね、市民にいないっていうの、そっか、うん、小高選んだじゃん、小高選んだ時にもう佐野か小高の選択やん、うん、いやこれちょっとこれで小高選んだら
そう、正味お兄ちゃんがマジで騎士だったら終わってた。うん、確かに。だから俺ガチで何って聞いてもお兄ちゃんずっと騎士って言うから。じゃあもう囲まれてたってこと。なんかお兄ちゃんさ、なんて字の下手くそだよお前。だって俺、俺明らかにした字のサイドって分かりやすかったじゃん。ちょっと、でもお兄ちゃん的な人がいるとややこしくなってむずくなんだよね、人狼が。結局で、俺、結局まあ、もう3日目の夜に、ヤマさんぶっ殺したの。わかんなかったよ、すごいって。ヤマさん、ちょっとやべえなと思って。市民か。殺しこうと思って殺したの。俺、絶対お兄ちゃん殺すと思ったから、うん、そしたらもう、あ、違う、クが、磯貝か。待って。そしたらどうしてたんだろう。磯貝の優勝。